10月8日甲子園で優勝したでしょう。はい、リーグ優勝。あの後のビールかけで風邪ひいたんですよ。で、違うんですよ。発熱っていうね。発熱。そう、38年ぶりに優勝したでしょ。はい。ビールかけっていうのは他の球団に聞いたら冷やさないですビールを。そうです。うちら優勝したことなかったからビールキンキンだったんですよ。ね、で10月8日めっちゃ寒かったよな。あのね、冷たいビールを。ビールを飲みたいんですよ。そうそう。かけられてそれで風邪ひいたんです。では谷重さんからもファンの方へ、はい、お願いします。今日はどうもありがとうございます。あの皆さんと一緒でですね、我々 OB もそろそろ優勝見たいなというふうに思ってます。あ、それにはやっぱり皆さんのね、あの応援っていうのがすごく必要ですから、またまあ、後輩たちをね、今まで以上に応援してやってください。今日はどうもありがとうございました。